はいどうも、こんにちは。下地です。お久しぶりです。今日お話するのは、前回ご質問を受けたので、その回答をしたいと思います。でね、初めて見る方はね、金髪だなとかね、お前いきなり誰だって感じかもしれないですけども、僕はですね、軽く自己紹介すると、まあ、J リーグ、パラグアイ、ブラジル、そしてタイリーグとね、まあ、海外を、日本と海外でプレーしてきて、そしてね、まあ、僕のストーリーでいます。で、ちょっとね、前置き長くなってしまったんですけど、前回質問をいただいたんですけども、その方というのは高校一般入試で、強豪校に入った。で、一生懸命練習して、ようやく推薦組と、練習はできるようになったんだけども、なかなかコーチとか監督に嫌われていて、しかもなんか怪我明けで、怪我明けだったんだけど、また怪我しちゃって、それでね、監督に、お前みたいなやつはすぐ消えるわってね、ボロクソ言われてしまって、まあ自分がその怪我してしまったのは悪いの分かってるんだけど、そうやって推薦組ばっかりひいきする監督、コーチって実際どうなんですか？だけど、その切られている状況で、ひいきをする監督にどのようにしたら信頼してもらえるような選手になるのか、そして自分は監督やコーチに期待しすぎているんでしょうかっていうことでね。だけど、その状況なんだけど、自分は全国の舞台で応援してくれている周りの人に恩返しがしたいっていう立派な志を持っている方なんですね。この状況相当辛いと思います。そんなボロクソ言われすぎねえよってなると思うし、実際僕もその弱小クラブから、J リーグの下部組織に入れたわけなんですね。500人ぐらいのセレクションを受けて、そこからこう選ばれて入ったんですけど、入って練習始まったら、もう全然コーチとか、僕に期待してないわけですよね。もうそれよりも、もう下のね、ジュニアから、小学校から、クラブから上がってきた、日本代表の子とかね、まあ、そういう子にやっぱ期待しているわけですよ。僕ね、名前もなんか下ね、くんづけで呼ばれてて、まあ、他のやつは名字で呼ばれてたんだけど、まあ、完全にこう、子供扱いっていうか、舐められてて、いたんですよ。で、僕も一生懸命やって、練習やって、頑張ってたんだけど、ある日ね、怪我しちゃったんですよね、捻挫して。したらね、そのコーチに言われたのがね、下地君、ここはね、君のね、ようなお坊ちゃまがサッカーをするところじゃないんだよ、怪我した時、コーチに言われたんですね。下地君、まあまあ、即くんづけなんですけど、その時僕は世田谷っていうね、東京の、まあ、言ったら、まあ、高級住宅街みたいなところがあるんですけど、そこから、まあ、練習に通ってて。で、当時、ね、僕が通ってたヴェルディっていうクラブチームの皆さんも知ってると思うんですけど、ヤンキー色が強いんですよ。まあ、ヤンキーとはいかなくても、気合の入った子たちが多い地域から来る選手が多くて、やっぱり男っぽい感じだったんですね。でもね、僕自身は、まあ、まあ、世田谷のね、高級住宅地から来てるみたいな。ちょっと異色で、そうすると周りからなんかあいつ坊ちゃんだみたいな感じで、思われるんですね。で、自分は2人は姉ちゃんがいて、3人兄弟の末っ子長男だったから、あんまり男っぽい感じはないんですけど、そしたらね、下地君、ここはね、君のようなお坊ちゃまがサッカーをするところじゃないんだよ、怪我した時コーチに言われたんですね。って感じですね。なんだ、俺だってプロ目だし頑張ってんだみたいな感じで。なんでお前そんなこと言われなきゃいけないんだって思ったし、ね、親はね、沖縄から出てきて、頑張って肉屋で働いて、一生懸命、俺たちを育ててくれてんだよ、つってね、俺だって恩返ししたくて頑張ってんだ、みたいな感じだったんだけど、世田谷にいるって、まあそれだけでね、まあその辺のお坊ちゃんと一緒にされちゃうわけですよね。でも、何も言えないんですよね。だって、結果出してないの自分だからね。そう、ヤンキーの中にいて褒められるには、結果出さないといけない。男を見せないといけないわけですよ。そうだからね、バカにされて当たり前、見られてなくて当たり前っていう話なんですけど、なんかもう説教臭く聞こえると思うし、もう嫌だと思うんですけど、でもこれを知っていると、あなたがね、これからやっぱり目標とか夢を持って頑張っていくと、必ず文句とか批判されるんですよね。それはね、もうしょうがないことで、でもこれを知っていれば、やっぱりたとえ批判されたり、挫折してしまったとしても、あ、これは夢を叶えている人には、必ず通る道なんだなって知っていれば、必ずまた立ち上がっていけるのでね。というのも、まず世の中で夢を実現している人とか、そうやって頑張っている人ってやっぱ少ないんですね。昔はやっぱりプロサッカー選手を目指して全国大会に活躍するんだって思って始めたのに、いつの間にかやっぱ監督とかコーチの言うことだけを聞いてやったり、それでね、うまくいかないと周りとかチームのね、せいにしてみたり、俺このが頑張ってるのに監督分かってくんねえやってね、愚痴たりしてしまいがちなんです。まあ自分もそうだったからわかるんですけど、大きな夢を描いて始める、僕もプロになりたいと思って、そのヴェルディのジュニアユースに入った。だけど、そんなのできないだろうって
言われるし、ね、だんだん自分もそうかなって周りの意見とか聞いてると思ってしまったり、で怪我とかしちゃうと、あ、やっぱ俺って才能ないのかもしれないってね思ったりするんですよ。そこからね、怪我で復帰して全力でやろうと思っても、頭でどこかでね、その言われた言葉、お前は無理だとかね、世田谷の坊ちゃんがみたいな感じで言われたのが残ってて、なんか自信持てなくなって、チームの中でもキャラ負けしちゃったりして、でもまだやっぱサッカー好きで、やっぱりね、活躍したい、夢になりたい、恩返ししたいんだと思って頑張るんだけど、周りからね、何お前頑張っちゃってんのみたいな、そういうキャラじゃないでしょみたいな、お前みたいな、ね、できないよって感じになるんですよね。でもそういうのって夢を追ったら笑われるっていうのは当たり前なんですよね。なんでかっていうと、まあ、世の中のほとんどの人は夢の叶え方を教わってないし、夢を叶えたり目標を実現する人っていうのは、ごく一握りの才能ある人しかできないってそう思ってる、そう教わってるから、やっぱね、普通の下っ端キャラがいきなり頑張りだしたらね、当然バカにするし、周りの上のやつら、自分はこんなにこう能力があってそれでもできないのに、こんなね雑魚キャラがね夢をね実現したりね、自分を抜いてっちゃったらどうしようって思うわけですよ。だからね、必死でそういう頑張る人たちについて、対して、まあ、批判言ったり、お前はできないとかっていうことを言うんですよね。これはね、コーチング用語で言うとドリームキラーっていうんですよ。ドリームキラー、まあ要は人の夢を殺す人っていう、まあ、直訳になる夢を殺す人ってことだと思うんですけど、ほとんどの人が夢を実現できないと思ってるドリームキラーばっかりなんです、残念ながら。だからあなたが何かを目指してやり始めた瞬間に否定されたりばかりされたりするのは当たり前だし、しょうがないんです。僕もそうだったんですけど、監督やコーチがね、その下から上がってきた子とか、有名な子とか、誰かのコーチの推薦に入ってきた子しか見てくれない。もうそれもしょうがないんですね。だって監督も人間だし、好き嫌いでやっぱ判断するんですよね。判断するし、経歴でしか判断できないっていうのがあるんですよ。で、推薦組を手厚く扱います。それは、日本だけじゃないし、サッカーだけじゃないし、本当に世界に出てもそう、僕もやっぱタイに来たりすると、ね、海外から代表歴の持った選手、イングランドとか、ね、リーガで300試合出てました、ベティスで出てました、キャプテンマーク巻いてました、アンダー18日本代表でしたとか、もう本当そういう選手たちがいっぱい来るんですよ。そうしたら、僕みたいに、ちょっとパラグアイでやってました、日本の G リーグでやってました、ブラジルでやってました、で、いきなり金髪でね、ロン毛でね、髪結んでるやつとかね、怪しいなって思うからね、やっぱみんなし、それはね、でもしょうがないんですよ、しょうがない。でね、高校であればやっぱりそれはね、監督もつながりのあるね、他の学校の恩師とか、他の学校の知り合いの先生から、この子お願いしますっていう推薦組の選手を扱うわけだから、なおさらその一般入試に入ってきた人たちは大変なんですよね。経験してるから悔しいのが分かるんですけど、それが現実です。それ、ね、サッカーは実力が全て上手ければ上に行くって言うんだけど、骨も物を言う世界なんです。骨。どういうことかっていうと、骨とか持ってる人に、あいつは骨だけでサッカーやってるよとかね、全然上手くないのにとかっていう人結構多いんだけど、でも実は骨っていうのも、骨を持ってるっていうのはやっぱ力なんですね。骨を持てるだけの努力をやっぱりしてきた偉い人に認められるだけの人間力だったり、努力をしてきたからこそその骨が持てる。だから、ね、技とか能力だけが全てじゃないんですよね、サッカー。でね、ピッチに立ったら経歴は関係ないっていう人もいるんだけど、ピッチに立つまでは経歴がものを言うんですよ。やっぱり世の中は不公平で、同じ人間でありながら能力が全然違うんですよ。でも、まあ、そうは言っても、思い描いた夢を作り出していく能力だけは平等なんですね。最初のスタートラインは違うんだけど、ゴールとか描いた夢を実現していく力は誰しも持っている。そこだけは平等なんですね。まあ、これはね、ゴール設定とかセルフイメージを変えたり、潜在意識を使うっていうね、僕がやってきたことなんですけど、ちょっと長くなってるし、話ずれるから、ちょっとまたの機会に話すんですけど、この世の中は不平等で、能力も不平等。でも夢を実現する能力は誰もが持ってるっていうことなんです。これ何が言いたいかっていうと、言い訳ができないよってこと。どういうことかというと、まあ、経歴がないから見てくれない。推薦組しか見てくれない。そんな状況で怪我してボロクソ言われて、もう自分の存在全部否定される。だけど、夢とか、志を実現する力は誰にでも備わってるんだから、どんな状況であれ、それを実現していくことができるから、言い訳はできないってことです。そのね、コメントをくれた方も、全国に出て応援してくれる周りの人に恩返しがしたいっていう、本当に立派な夢、強い志があるんで、もう自分だけのために頑張るっていうんじゃなくて、本当に周りの人のことも考えてるのは本当にね、すごいなっていうね、さすがだなって僕は思うんですけども、もしかしたら今の現状からすると、その思い描いてる夢っていうのは、
はるか遠くに実現するかどうかわからないものかもしれないんですけど、お前みたいなやつがすぐ消えるって言われて悔しすぎると思うんですけど、それぐらいちょっと離れた夢、ゴールの方がやっぱ実現していくんですよね。僕もね、最初プロになるって言った時からお前にはできないって感じで周りに見られたし、パラグアイに飛び込んだ南米行った時も、なんだお前日本人みたいな感じでね言われたりして、お前サッカーできんのみたいな感じだったけど、まあね、本当に悔しいと思うんですよね。でもやっぱり言われなくなるには結果を出すしかないんです。悔しいけど結果を出すしかない。努力しても誰もが結果を出るわけじゃないんだけども、ね、こいつバカじゃないのって思われるかもしんないんだけど、未来ってやっぱ誰にもわかんないです。過去は未来じゃないんですよ。今までの過去がね、どんなことであったとしても、未来は自分で作っていけるんです。ちゃんとゴール、夢を描いて、そこに向かっていくセルフイメージ、自分のセルフイメージを作っていけると、自然といろんな方法が、自分に合った夢を実現する方法というのが必ず見つかるんです。それを信じてやっていくと、必ず結果が出るんです。精神論っぽくなっちゃったんですけど、監督とかコーチ認められたいんだけど、認められるのを期待してもダメなんですね。だったら、自分の夢、志を実現するためにはどうしたらいいんだろう。で、毎日考えて、で、トライして、また失敗して、考えて、ちょっと良くして、またトライして、そうやって少しずつ少しずつ、僕の場合もそうだったんだけど、最初はもう下の学年のことしかサッカーやらせてもらえなくて、同じ学年のことも同じフィールドに立てなくて、でずっと下のカテゴリーで練習させられて、でもそうやって考えて失敗しても考えてトライして、また改善して失敗してトライしてっていうのを続けていくと、少しずつね、あ、じゃあ、上の学年入っていいよっつってね、同じ学年のことを練習させてもらえるようになって、で少しずつ名前も覚えられて、そのクラブの中でもいろんなコーチから大下で下でってね名前呼ばれるようになって、で少しずつ試合に出れる時間が増えていって、で気づいたら監督にね、お前がいないとこのチーム回らないってね言われるようになって、で、まあ、大学に入ってから無名でまた始まって、でもそれ知ってたから少しずつ少しずつやってって、で4年経ったら、4年生になった時には他のチームからも注目されるようになって、ここの、チームの中心選手下地こういうプレーだと気をつけろみたいな感じにもなったし、でそれが評判になってプロのスカウトから見られるようになって、オファーももらえるようになってプロになった。でもまたプロになったら無名の存在からスタート。でもそうやってちょっとずつちょっとずつ毎日考えて改善してトライして、それを繰り返してやっていく。そうしたら絶対に思っていたことっていうのはね、やっぱり実現していくんですね、ちょっとずつ。でもそのためにはバカにされて当たり前、見られてなくて当たり前っていうことを知ってないと、やっぱ壁にぶつかった時に、あ、俺ダメだ、あの監督クソ野郎みたいな感じになって諦めちゃうんですね。周りから冷ややかな目で見られたり、ひどい待遇を受けてる時、耐え時です。でもその方向で合ってるんですね。まあ、そこが本当に山だし、山越えたと思ってまた次の山があって、だんだん山ばっかりでその嫌になるかもしれないんだけど、そうやって山を越えていく毎日を過ごしていくと、気づいたらやっぱりね、すごい高いところに行って、ああ、すごい景色が見えたなっていうのね、あるんですよ。そう、今日はね、ちょっと脳科学とかセルフイメージとか言ってる割には、ちょっと精神論っぽくなっちゃったんだけど、しかも僕自身もまだまだ、まあ、夢の途中でしょぼいんですけど、まあね、こんな自分の話も、まあ、一理あるかも思ってくれたら嬉しいし、いろんな状況があると思うけど、まあ、少しずつやっていこう、変わっていこうってね思ってもらえたら嬉しいし、ぜひね、いいねとかチャンネル登録してくれたら、なんかね、これからは、まあ、実際海外でプレーしたいっていう質問とかコメントもいただいてるので、プロサッカー選手の友達とかにインタビューをしたり、どうやったらプロサッカー選手になれるのかね、どうやったら難しい状況を、苦しい状況を乗り越えてたんですかみたいな話を聞いていく動画とかも、ね、いろいろアップして行ったり、直接僕に質問を聞けるような場所とか、そういうイベントとかを開催していけたらなと思っています。これからもサッカー頑張る人、夢を実現するために頑張っている人にとって役に立つような話をしていきたいと思います。なので応援してくれたらありがたいです。僕もね、心から応援しています。なので今日はね、バカにされて当たり前、人に見られなくて当たり前なんだ話でした。それでは、ね、今日も最後まで見てくれてありがとうございました。